ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の石野信子さんですさあ今夜は何が見えたでしょうか、はい、今日はあの選手のインタビュー、はい、オリンピックですね やっぱアナウンサーの役割というふうなものが見えるというか考えてしまうというところですね今熱戦が繰り広げられますでリアルタイムでもみんなドワーッと見ます、えー、そしてまああの終わった後にですねこの頃すごく終わったあとすぐにこのインタビューっていうのを結構しますよね。 でそのインタビューですね、うん、でやっぱりその終わった後どういう気持ちかっていう,ふうな選手の気持ちというのはもちろん私たちも聞きたいわけでそこまで熱心に見るんですけれども、ええ、ななかなかなか荒れるインタビューもありますねそうなんですねねそうんで競技直後のインタビューですので、うん、選手側も気持ちが高揚しているっていうのもあるんですけど、うんはい、やっぱりインタビューする側も浮き足立っちゃってるのかなみたいな部分も。そそうなのよ それもななんんんかねだんだんも聞聞ききづらい聞きたくうテレビっていうのはもちろんそういう,もういろんな情報が伝わるので、はい、まあこういうライブにはまあぴったりなわけですけれども、えー、その終わった後にねもうそうい,う,そう,いう,こうタレントさんみたいなのをいっぱい集めて「キャー!」とかいうのは一時期よりちょっと減りましたよねはい、はい、そんな気はするんですけれどももうああいうの聞きたくないって言ってあの我が家の人なんかはですねもうオリンピックの見たくないっていうふうに。えー なぐらい競技ごと見ない、ね、競技ごと見ないと変な人 <laughs> ね。それ本末転倒ですって言ってるんですけれども、確かに、うん、ここスッとね気持ちよく聞いてあげてほしいなと思う時に<ー>ガクッとなる時もあって、それと典型があれでしたよね。あの小平選手の金メダルの時の人はえら、はい、くそのネットでも騒がれた新聞にも結構載ったりしましたね。でねまあ、あれはもう実現という扱いになってるわけですかね。うどうなんですかね。<ー>で確かに私もあれ生で見た時に、はい、いやー。 何回質問も興奮してるし、あの噛み合わないけれども、あの答える小平選手が割とあの人はやっぱりこの間のいろんな報道を見てやっぱ大人ですよね,そうですね落ち着いていらっしゃったね、うん、そうですね、はい、だからまあ話題になったのはあのこのあれですよねあの言葉あの走り獣のような走りという。 獣でしたね、うん、獣ではないですけれどもみたいなやり取りになってたわけですよ、ね。<laughs> それをスッとこうねやって、はい、でもあのこの非常にあのいい試合ができましたという答えがなかなかあの素晴らしかったんですけれどもであのこのアナウンサーというのはちゃんとその別の番組に出ていやいや日頃からねやっぱ動物票とか何とかにこうこうたこう そういうものを超えた存在というふうなことを意識してそういう言葉につながったというふうなこともまあ言ってはいたんですけれどもまああのさすがにプロだしこういろんなことで騒がれてるのはそれなりにねやっぱりプロとしてどうだったんかというふうなまあもちろんこの反省ねやっぱりドキッとはしてますでしょうけれども、ね、それはうそうだと思います本人としてはまあ工夫したつもりの多分言葉だったのだと思うので,、うんうでねうん、結構こう割とこう押していく、ね ねえー、あの突っかかるという言葉はいけませんねやっぱりこう,あのこう前のめり込むような、はい、あのものをしたいという印象,印象もあったかもしれませんねつまりまあただ静かに聞くんじゃなくて、うん、やっぱりちょっとこう面白くというかう、ね、面白い発言も引き出したいという。そしてそのののレーースの高揚感をそのままインタビューにもという,意識いうような思いがあるかもしれないんですけれども。うん えー、基本的にはそれは、まあ、いらないですっていう感じがありますよね。それは余計なことでありという、うん、見てる側はそれは求めていなかった、うん、ということですね。でねあのこのオリンピックを見る機会が多いせいかもしれないんだけれども、はい、特にこうスポーツ競技なんかでいうと。 あのまあ、競技の内容をまず聞いてあげてほしいなというふうな気がするのにメダルはどうですねわーっと言ったりとか、まあ、多分事前のいろんな知識が入っているので4年間の思いがどうですか、はい、いやいやもうそれいらないからと今ねやっぱりあのもう競技が終わった興奮の中でというかあの紅葉の中でのまあ静かに聞いてあげてほしいしただあの選手の側はね、はい、みんなんていうのかな受け答えが。 えっと、言葉がいろいろ明確というか、うん、割とクリアですよね。ね意識的ですよね。皆さん非常にこう、うん、普段から何を答えるか考えていらっしゃるのかなっていうほどに、何と言いますか。 クレバーな発言をされて分かりやそうですね、はい、ただあまりにクレバーすぎてですね「もう皆さんのおかげです」みたいにみんなが言うとに、ね、いやもうちょっとな生な声でもいいけどとは思わんでもないけど、まあ、そういうふうな今情報でこうすぐに流れるということが常に頭にあって。はい 言葉にできる世代なんだろうなとは思うんですけれどもそれに対してこれだけ語れる人たちなんだからもっと違う言葉をねやっぱりそのプロのアナウンサーとしてはどうですか引き出してほしいなというふうなまあ期待はするんですけれどもなんかその何て言うんテンションが別の方に 別のところに行ってるんじゃないかなとつ、うん、つまりそう面白い言葉を引き出したいとか、まあ感動を呼びたいとか、感動を呼びたいとか、まあ少々自分が出てしまうとか、はいはい、なんかそういう風うな、うん、印象がねあるのは何ですかね、えー、これえー、ちょっと偏見？いやでもまあ確かにそのおそらくはねウン、うん、さんにとっても。うん オリンピックのしかもメダルを取った選手に直後にインタビューできるっていうのはもうこれは名誉なことでありすごいまあ自分が出てしまう部分っていうのがねあるんでしょども、ねうん、それなりのまあ金メダル個々みたいなところの競技で出ていくというふうなのはねそれなりにだからかえって金メダルがよくないんですよあのそのインタビューとしては。印象ととしては、ね、金銀とか銅ぐららいの人だったら 競技に対してもう少しあのソフトに聞けるのに<ー>金だと何ていうのかな「みんなの期待を背負ってます」というのがあるのかもしれないし。はいうん アナウンスは興奮しちゃいけないんだよねそうなんですあの冷静でね、あの中立の立場でいなければいけないはずなんですけれども、うん、おそらく銀や銅の時は、うん、その抑えが効くんですが <laughs> 金となってしまいますとこれはもうはしゃいでもいいっていうような意識がどこかに生まれてしまうのかもしれないですねテンション的にね、はい、そういう感じをね伝わってしまってねそれでそう あの我々静かななシニアはですね、えー、なんかちょっとねそこがねイラッとくるのはでも気持ちは分からないでもないっていう部分も私なんかはありましてなんかねそういう風なものが、えーまあ、そのネットに書かれる、うん、さらにそれが話題になることによっていろいろ増幅されるのでねバンドの絵を見たわーっとこっちもそれに 気を取られる、ことがあるのかもしれないんだけど。今世の中全般に、もういろんなことが私がとか、何とかっていうね、その、えー。テレビのアナウンサーも、前、前へこう、出る感がありますよね。そうですね、良<う>、ね、くも悪くも、失敗も成功も、すべて瞬時にネットなどで拡散される時代ですので。うん、何かその中で、うまくやろうっていう意識が、邪魔してしまうのかもしれないですね。 だからま活字のありがたいところはそういうふうにあのこの大事なというか言葉の大事なところだけをこうやってくれるとかというふうなあの書いてくれるとかねその競技の内容についてあのクールに分析してくれるとかということがあるんですけれどもやっぱりその。 こういうものはテレビ強いわけですしやっぱりみんな一番こう見ている時に、えー、それをこうより淡々と伝えてほしいなというのこれ誰に言ったらいいですかねこの <laughs> <laughs> なんかすごくね今回はそれが、あのー、気になる。あ わかりました。私も肝に銘じ、<laughs> そのようなチャンスがあった時には落ち着いて、ぜひ相手の心に寄り添ったインタビューができますように <laughs> お願いいたします。頑張ります。アンカーマンの目でした。